はい、どうも、めチャンネルです。本日はですね、昨日発表がありましたヒルトン横浜2023年9月24日に開業決定というね、ニュースが出てましたので、そちらについてね、取り上げてお話ししていきたいなというふうに思います。世界最大級の音楽アリーナ、K アリーナ横浜に隣接して誕生する横浜初進出のヒルトン。4月に宿泊予約受付開始というニュースが出てますので、そちらね、見ていきたいなというふうに思います。私のチャンネル初めてご覧になる方につきましてはですね、私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。まだね、チャンネル登録されてない方、ぜひチャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということでね、早速内容入っていきたいなというふうに思います。まずね、こちらでございます。はい。ということでね、ヒルトン横浜さんですね。私もね、建物などは、ウェスティン横浜さん宿泊した時だったりとかね、外観とかは見させていただいてるんですけど、国内海外に計35軒のホテルを展開する県不動産リース株式会社さんが、横浜みなとみらいに誕生するヒルトン横浜の開業予定日を2023年9月24日日曜日に決定いたしました。宿泊予約の受付は2023年4月より開始する予定ですというね、発表がありました。急遽ね、出ましたんでびっくりしましたけれども、ちなみにですね、ヒルトンさんのホームページ上の方でですね、予約取れるのかなっていうことで見てみたんですけども、この通りですね、予約どころかですね、建物自体もまだね、出てきてないという状況でございます。ヒルトン東京台場さんとかね、コンラッド東京さんとかこのように出ておりますという状況ですね。はい。そしてですね、県コーポレーションさんなんですけども、ウェスティン横浜さんに隣接する、同じ建物に入ってるですね、アパートメントベイ横浜さんをね、運営されてるっていうのは私承知していたんですけども、ハイアットリージェンシー横浜さんもね、運営されてたんですね。私存じ上げなかったです。ハイアットリージェンシー横浜さんも私ね、ハイアット修行してですね、初めて宿泊させていただいたんですけど、コンパクトなんですけどね、めちゃめちゃ落ち着きがあって好きなホテルの一つになりましたので、そういったね、ところを運営する県コーポレーションさんのグループ会社がね、運営するホテルでございますので、ますますね、楽しみだなと、期待値がちょっとね、上がってきてるなっていう感じでございます。ちなみにですね、ちょっとね、話は脱線してしまうんですけど、この県コーポレーションさんのグループ会社である県不動産リースなんですけども、様々ね、ホテルを運営されております。それがね、こちらです。はい、こちらがですね、県不動産リースさんが保有するプレミアムホテルグループというね、グループ、ご存知でしょうか？私もね、名前自体はちらっとね、聞いたことあるんです。そんなにね、詳しくなかったです。上質かつ快適なご滞在を叶えるプレミアムホテルグループということでですね、いろんなね、ホテルまたがってですね、保有されております。ハイアットリージェンシーさんもしかり、ヒルトンさんもしかり、マリオットさんもしかりなんですけども、キャビンホテルさんであったりとか、日光ホテルズさんだったりとかですね、そういったところをね、保有されているというホテルグループという形になっております。国内だけでも結構あってですね、プレミアムホテルさんだったりとか、このジャルシティさん、ホテルキャッスルさん、那須温泉とかですね、ハイアットリージェンシー横浜、ヒルトン横浜の予定ということですね、ジャルシティだったりとか、はい。あとは沖縄の方に行ってですね、このハイアットリージェンシー、那覇沖縄さんもそうなんですね。で、リーガロイヤル、グラン沖縄さんだったりとか、で、海外のね、椿タワーとか、はい、グアムのね、椿タワーだったりとか、ハイアットリージェンシーグアムだったりとか、ヒルトングアムとか、すごいですね。こんなね、幅広に展開してるっていうのは私もね、存じ上げなかったです。はい、いかがでしたでしょうか？こんな感じでね、もういろんなホテル、保有されてるね、ホテルグループさんの運営ということなので、ますますね、ちょっと期待値が上がってきてるな。ましてはね、私が好きなね、ハイアットリージェンシー横浜さん運営されてるのかってなると、雰囲気似てたりするのかな、どんな感じなのかなって、本当にね、楽しみで仕方ありません。はい。そしてですね、ヒルトン横浜はグループ会社である県コーポレーションさんが計画を進めている大規模複合開発 K アリーナプロジェクトのアリーナに隣接するホテル棟として誕生するものでありますと。敷地内には約2万人を動員可能とする世界最大級の音楽アリーナ、K アリーナ横浜、ホテル棟のヒルトン横浜とオフィス棟があり、外区全体の名称はミュージックテラスという名称がね、付けられる。結構おしゃれですね。オフィスもあるんですね。楽しみです。そして、ライブ会場もほど近いとなると、もうここのね、ライブ会場だったりすると、どうですかね、アーティストの方も泊まったりとかね、その他当然、ライブに参戦される方もね、宿泊されるんで、結構ニーズとしてはあるんじゃないかなと思いますね。ホテルや JR 横浜駅から徒歩9分。これね、まだ今開発中だそうですけど、歩行者デッキがね、完成した場合で、歩行者デッキがない今現状としましては、完成前は徒歩11分ぐらいということなので、まあ900メートル弱ぐらいの距離なのかなという感じですね。港未来線新高島駅から徒歩5分でアクセスしていただくことができます。さらに羽田空港からも横浜駅まで電車やバスで約30分であるほか、ホテルから港未来駅やパシフィコ横浜へも徒歩圏内で観光にもビジネスも自然の立地ですということですね。まあ確かにね、アンパンマンミュージアムもね、近いので、レイ君とかも非常に嬉しいんじゃないかなと思いますね。まあ地方の方からね、アンパンマンミュージアムも行かれる方だったらお近くなのでいいんじゃないかなと思います。横浜初進出のヒルトンとして国内外からのゲストをお迎えしてまいりますということですね。いいですね。はい。そしてね、施設の特徴とあります、横浜デコをデザインコンセプトに音楽の街、横浜における新たな大人の新社交場へということですね。当ホテルは日本ジャズ発祥の地として横浜が音楽の街たる原点ともなった時代に流行し、今も横浜の街並みを印象づけている建築様式、アールデコ。そういうのあるんですね。アールデコのモチーフを現代の横浜に再構築した横浜デコをデザインコンセプトにホテル全体を設計しておりますと。アールデコはニューヨークのエンパイアステートビルなどに代表される建築様式で1920年代にフランスで生まれ、西洋やアメリカで花開き、当時流行の最先端であったジャズ、ダンスやハリウッド映画などの都会のショービジネスの世界を反映したきらびやかな豪華さと未来的なスタイリッシュさを特徴としています。横浜では1923年の関東大震災の復興で再建された建築にアールデコが用いられ、現在も神奈川県庁本庁舎などの歴史建築にその造形が多く見られておりますと。同時代アメリカから渡ってきたジャズが横浜で初めて演奏されたことから、横浜は日本のジャズ発祥の地と呼ばれるようになり、それ以来日本の音楽シーンを牽引し続けています。その地に誕生し、さらなるエンターテインメントを発信していくこの場所で、その歴史を感じながら現代のエンターテインメントに酔いしれる横浜の新たな大人の社交場となることを目指しますという感じですね。これ画像なんかもねありますけども、レストランなのかな、ジャズなのかな、なんかこの天高の感じとか、まあシャンデリアではないんですけど、ハイアットリージェンシー横浜の雰囲気にね、エントランスの雰囲気にちょっと似てたりしますし、この階段とかはね、どこに似てるんだろう。なんかピアレットさんとか、ちょっと関係ないね、運営会社さんになりますけど、なんかピアレットさんとか、でもすごくね、きらびやかっていうのはすごくわかります。かなりね、重厚感があって、大人なね、感じがするなっていうふうに思いますね。これめちゃめちゃ、私個人的にはめっちゃ好きですね。いいです。はい。そしてね、お部屋の方です。横浜の景色が全面に広がる全339室の客室、スイートを含む全339室の客室は、横浜の夜景に溶け込むシックで落ち着いた配色に、アールデコの特徴的な装飾やデザインを配置したしつらい。全室に足元まで全面に広がる窓を備え、窓際に立つとまるで横浜の夜景の中に浮かんでいるかのように感じる作りです。客室で過ごしていてもなお、ウォーターフロントの美しい街や音楽の余韻に浸るひとときをお楽しみいただけますということですね。まあ、景色もそうですけれども、この音楽の余韻に浸るっていうのはやっぱり K アリーナっていうね、やっぱりライブ会場がありますんで、そこを終わって宿泊した後もまったりね、余韻に浸れるっていうことを指してるのかな。いやー、でもこのね、画像なんかもめちゃめちゃ雰囲気いいですね。今風のですね、なんか装飾にやっぱりちょっとヨーロピアンというか、これがそのデコなんですかね。アールデコ風っていう感じなんですかね。めちゃめちゃいいと思います。すごく楽しみ。あとは本当にね、このパース通りなるのかどうかっていうところですね。非常に楽しみです。そしてね、建物の施設でございます。横浜や風を感じるテラスやライブラリースペースも備えるエグゼクティブラウンジ。ライブラリースペースもあるんですね。スイートルームなどハイカテゴリーの客室にご宿泊のお客様専用のエグゼクティブラウンジは、目の前に横浜の美しい景色が広がる5階に位置。ラウンジにはダイニングスペースだけではなく、ゆとりあるライブラリースペースと横浜の街や風を感じるテラス席の3つのスペースがあり、思い思いの時間を過ごせるホテルの中でもゆとりにあふれた特別な空間です。空と海を眺めながら本を片手に楽しむ優雅なアフタヌーンティー。めちゃめちゃ優雅ですね。赤く染まる夕刻の空を眺めながらのカクテルタイムなど上質なひとときをお楽しみいただけますということです。この雰囲気だと、なんかね、ウェスティン横浜さんもお子様がね、1月5日から入れなくなりましたけど、お子様不可な雰囲気ではしますよね。むしろなんかね、私もレイ君連れてなんでお子様連れて行きたいなという感じではありますけど、この雰囲気を見ると、やっぱり大人だけの時間の方がいいのかなっていう感じもね、正直しますね。難しいところです。まあ、ここはね、またおいおいの発表をね、ちょっと待ちたいなというふうに思います。はい。そしてですね、レストラン関係ですね、イノベーティブな2つのレストランと、ボトルタワーがそびえるカフェ、バーラウンジ。館内にはスペシャリティレストラン、ビュッフェスタイルのオールデイダイニングとカフェバーラウンジの3種類のレストラン&バーを開設。レストランでは地元神奈川の食材をはじめとする各地の激戦食材を使った一品をご提供。カフェ、バーラウンジは横浜の美しい夜景を背景に、天高のボトルタワーがそびえる大人な空間をご提供いたしますと。このね、バーラウンジもめちゃめちゃおしゃれ。この感じがね、非常に、ハイアットリージェンシー横浜さんの雰囲気になんか似てるなーっていう感じはね、私個人的にします。あそこは結構ね、印象的で、個人的にはめちゃめちゃ好きです。はい。そしてですね、その他の館内の施設でございます。宴会、会議室、フィットネス、ショップなど多彩な施設で様々なニーズにも対応ということでですね、ホテルの4階には宴会会議室を設けており、研修や宴会にも対応されていると。館内には最新設備を配置したフィットネスや激戦された商品を揃えたショップなどもご用意し、宿泊ゲストの様々なニーズにお応えいたしますということですね。そしてホテル計画概要とありまして、ヒルトン横浜 K アリーナプロジェクトの一部ということで、所在地がね、もう決まってるのかな。神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目2番に他っていうことなんで、まあ、まあ広いんでね、ちょっと住所っていうのはまた建物が竣工してからちょっと微妙に変わったりするのかもしれないですね。階数高さにつきましては地上26階地下1階建てとなってまして、地上約100メートルという形になってます。客室数が全339室で、設備はレストラン3店舗、スペシャリティレストラン、オールデイダイニング、カフェ、バーラウンジ、エグゼクティブラウンジ、フィットネス、ショップ、宴会場などということで、まあこの感じだとやっぱりプールとか、スパなどはないのかなっていう感じですね。プールとかもあったりするとね、非常にまたいい感じなのかなというふうに思いますけど、まあスペース的にね、なかなか難しかったのかもしれないですね。はい。ということでいかがでしたでしょうか。まあこんな感じでですね、ヒルトン横浜さんの発表がありまして、まあ外観見た感じもね、なんかすごくオフィスビルっぽい感じでですね、落ち着きのある建物になってるんですけれども、このね、パースなどを見させていただく限り、すごく高級感があって、なんか本当にね、大人な雰囲気だな、夜景とかがすごい似合うホテルだなっていう感じがしましたので、まあお子様連れというよりはやっぱり大人の時間をね、過ごしていただくホテルなのかなっていう印象はありますけど、まあちょっとね、まあせっかくなんで当然レイ君連れて、ね、窓際でね、ちょっと夜景を見てもらいたいなというふうに思ってます。めちゃめちゃね、楽しみです。まあ予約時代はですね、4月からね、予約を受付する予定となってますので、まあ4月の何日かはちょっとわかりませんけど、まあ4月頃ですね、私もね、予約いつから受付になるのかっていうのはちょっと注視していきたいなというふうに思います。そちらの情報につきましてはですね、予約がね、開始になった情報などをキャッチした際にはですね、私の SNS、Twitter、Instagram 等でですね、発信させていただきますんでね、ぜひチェックしていただければなというふうに思います。あとはね、価格帯。どうですかね。まあ、3万円後半からスタートっていう感じですかね。落ち着いてね、3万円前後ぐらいが落ち着いた価格なのかなっていう感じしますけど、皆さんいかがお考えでしょうか。まあ大体ね、いくらぐらいなのか。まあこのパースとかを見て皆さんがね、期待するところとか、なんか懸念するところとか、もしあればですね、ぜひコメントに残していただけると嬉しいです。ということでね、今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私 Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。冒頭申し上げた通り、私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報のお見逃しがないようにぜひね、チャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただければ幸いです。はい。ということでね、まあこちらのホテルにつきましては、私もね、開業日レビューね、お届けしたいなというふうに思いますので、まあまずは予約を取って、どこのお部屋にするのかちょっとね、考えていきたいなというふうに思います。いや、予約開始がね、待ち遠しいです。はい。ということでね、また次回次の動画でお会いしましょう。